それいけ行政マン。この番組は伊豆市がお送りします。それいけ行政マンの番組内では、伊豆市役所に関わる方にお越しいただいてお話など伺っております。では今日お話しいただく方に、まずは自己紹介からお願いします。はい、7月1日に教育長に就任しました梅原健二と言います。はい、教育長になって2ヶ月半になろうとしていますが、コロナや猛暑の中で頑張っている子どもたちやそのご家庭を応援したいと思っています。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は梅原教育長にお話をお伺いしていきたいと思います。で、本日ですね、お話ししていただくのが新中学校建設についてということで、ではこちらのお話をお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、教育委員会では令和元年度までにどの場所にどのような学校を作るのかという基本構想を策定しました。はい、本来ならば新中学校建設計画について市民の皆様に説明会を開いて、今後の学校づくりについてのご意見を伺いたいのですが、残念ながらコロナ禍の中、3つの密を防ぐためには実施することができません。6月から伊豆市広報を使って少しずつお伝えしているところです。今日はこの番組を通じてもっと詳しくお伝えすることができたらと考えています。こういったところでもコロナの影響が出てきてしまっていて、やはり皆さんに直接お伝えする機会ということで、はい、今日は時間をね、作っていただいて、はい、お話を伺って、ありがとうございます。あ、いえいえ、こちらこそありがとうございます。では早速なんですけれども、その中学校の再編、統合についてですね、こちらはどのようにお考えなんでしょうか。はい、今まで伊豆市学校再編成計画ということで進めてきたわけですけど、今までの小学校、または都営小中の統合とは違い、旧中伊豆町と旧天城湯ヶ島町から中学校がなくなるという重い統合であると考えています。はい、自分の地域から学校がなくなることを望んでいる人はいないと思います。はい、まして自分の母校がなくなることに寂しさを感じない人などいないと思います。しかしながら、私は中伊豆中の出身なんですが、はい、当時今の修善寺中学校より生徒数が多かったです。それでも小規模校と言われました。はい、今から5年後の中伊豆中、天城中は学年一クラスずつの学校規模になることが予想されます。もっと大勢の中で学んだり運動させたりしたいと考え、3校が統合した新中学校を建設したいと考えています。はい、今梅原教育長のお話の中にもありましたけれども、私も都井出身で、都井の小学校がなくなって小中一貫校となったんですけれども、やはり今思うと時代に合わせてそういったふうに統合が必要になってくるっていうところもあるのかなと思うので、やはり寂しい気持ちもあるんですけれども、これからの子どもたちを考えるとっていうところがね、大きいのかななんて思いました。ではその現在進めている新中学校建設計画の経緯について、こちらのご紹介もお願いします。はい、計画では今年度開校予定だった、新中学校の建設が中止になったことは、ご存知のことだと思います。はい、5月に、実施したアンケートの中にも、本当は新中学校に行けたのに残念という声は少なくありませんでした。はい、2017年の6月に市民の有志の方々からの請願が議会で認められ、より良い教育環境について教育振興審議会で話し合ってもらったところ、2018年6月に3校を1校にすること、場所を新たに設けることという答申をいただきました。はい、それを受けて教育委員会は2018年11月に教育基本方針を立てました。この教育基本方針については2019年3月に広報でお分けしています。はい、基本方針を具体化する中で、本当に日向の地で良いのか、どのような学校を作るのか、通学の課題は何か等について新たな課題が出てきましたので、業者に委託して今年の3月に新中学校の基本構想を
策定したところです。はい、経緯についてご紹介いただきましたけれども、まあ、2017年頃からということでかなり丁寧に検討を進めてこられた様子、うん、はい、お話の中で伺いましたけれども、はい、市民の皆さんにはこういった状況なんかはお知らせされているんでしょうか。はい、まあ、コロナの中で説明会が開けないということで、うん、基本構想の内容は6月に広報に挟んでリーフレットとして配布させていただきました。はい、この時に0歳から15歳のお子さんの保護者に学校、子ども園、保育園を通じてアンケートを配布しご意見を伺ったところです。はい、まあ、アンケートももうすでにされているということなんですけれども、こちらの結果というものはどういった内容になってたんでしょうか。うん、もし可能でしたらですね、広報等をもう一度見直していただきたいんですけれども、はい、日向地区に令和7年度に開校するということについてどう思いますかと伺ったことについては 87% の方が良い、まあ良いと回答しています。うん、年代別に集計しましたところ、新中学校に入学する0歳から小学校2年生までは 90% の方が賛成でした。うん、実際に新校舎に入らない現在の中学生や小学校 5,6 年生までの保護者の方も 85% の方が賛成しています。はい、ただ在学中に引っ越しをしなければならない小4と小3の保護者は途中で環境が変わるので友達に馴染めるだろうか、受験に影響はないだろうかなどの不安の声もありました。はい、これについては事前に行事や部活動や授業を3校の交流で行い不安を解消したいと考えています。はい、また通学が遠すぎて心配、中学校がなくなり地域が衰退してしまう、小規模で丁寧に指導される良さが失われるなどのご心配のご意見もいただきました。はい、まあ、そんないろんなご意見がある中でもその新しい中学校の中身についてもご意見を伺ったりはされたんでしょうか。はい、今回素晴らしい中学校を作りたいなと思いまして、はい、こんな学校にしたいというコンセプトについてアンケートを行いました。うん、期待することとして新しい校舎設備や ICT を使った授業が楽しみ、うん、大勢で部活動ができることに賛成という意見が多かったです。うん、不安なことは通学がうまくできるだろうかというご意見を多数いただき、遠距離になること、バスが少ないこと、歩きにくい箇所があること等のご心配をいただきました。うん、友人関係については期待にも不安にも多くの意見があり、我が子を心配する保護者の気持ちが感じ取れました。うん、ここで中伊豆中も天城中も修善寺中も、それぞれ鹿野型風の後にですね、統合をするという歴史をこう踏んできたわけですけれども、はい、修善寺中学校の統合当時、はい、その時の、書いた中学校1年生の作文があるので紹介したいと思います。はいはい、このお子さんは温泉場に住まれて、うん、東小学校、今の東小学校にの仮校舎に、台風の後通われて新しい修善寺中学校が建つ頃の気持ちを読んだものです。うん、紹介します。はい、今は仮校舎に通っている。毎日小石の坂を登っていく。山と山に囲まれた小石の坂は狭い。何ヶ月この道を学校へ通っただろう。登りながら縄で縛られた桑の木の間を見ると、そこに姿を現した2階建ての新校舎の鉄骨、なんと素晴らしいだろう、なんと待ち遠しいことだろう。僕たちの中学校だ。早く完成させようと町の人たちも先生も働く人たちも一生懸命だ。今鉄筋へセメントを流している。あの立派な姿を見ると胸が躍る。思えば曲がり生活の情けなさ、特に理科の実験道具なんてほとんどない。それはみんな東中から借りてくる。周中も東中もお互いに全く苦労してきたものだ。この苦労してきた同士が春になると南中も一緒になって、あの小高い丘に堂々とそびえる鉄筋コンクリートの修善寺中学校の生徒として通学できるのだ。
3校が合併したら、僕たちの中学校は郡下でも珍しく大きな中学校になるだろう。その喜びの日を僕は待っている。このように、昔から、統合は行われてきて、それを楽しみに、または寂しさを乗り越えながらしてきたということを私は今一番感じるところです。はい、ありがとうございます。作文もねご紹介いただきまして、なんかこう保護者の皆さんのお気持ちもわかるんですけれども、やはり一番は通っていくお子さんの気持ちっていうのをすごく、書かれている作文だなっていうので考えることところがありますね。はい、はい、そうだと思います。ではその現在の新中学校のですね計画というのが、どのように進んできているのか、こちらもお願いします。はい、まず日向地区を工事として決定し、設計業者による基本設計に取り組んでいるところです。はい、どのような校舎にするかということについて、これから先生や生徒、保護者、地域の方々からアイデアを伺いながら、より良い新中学校を建設したいと考えています。今後の計画ですが、令和2年度今年度が基本設計、来年度3年度には実施設計、令和4年度からいよいよ造成工事、建築工事、そして、令和6年度には引っ越しが終わって、令和7年度4月に開校したいと考えています。はい、長い月日がかかるかと思いますけれども、子どもたちが本当にのびのびと楽しく学校生活、そんな中学校になるといいですね。ありがとうございます。はい、ではですね、お時間も迫ってまいりましたので、最後にですね、梅原教育長から、お聞きの皆さん、保護者の皆さんだったり市民の皆さんにお伝えしたいことなどはありますでしょうか。最初にもお話ししましたが、3つの中学校の再編ということは子どもたちにとっても地域にとっても非常に重く大切な事業だと考えております。はい、それだけにより良い教育環境をしっかりと検討し整備させていただきたいと考えています。またアンケートでいただいた内容の中で、通学に対する内容をはじめ様々なご心配をいただいておりますので、こうした心配を解消できるようしっかりと準備していきたいと思います。はい、ありがとうございます。ということで今日はですね、新中学校建設について、梅原教育長にお話をお伺いしました。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。それいけ行政マン、この番組は伊豆市がお送りしました。